新型コロナウイルスに衝撃が走りましたね、えー、中国人観光客を乗せていた運転手が、はいえー、なんと感染していたとこれはかいそうだよねはい、産経新聞の報道ですね、はい、新型コロナウイルスによる、えー、肺炎感染が確認された奈良県在住の60代男性運転手が運転したバスが山梨県にも立ち寄っていたということで、うん、同県の長崎知事は29日の記者会見で国から情報提供がないと明らかにしたと、はい 男性は中国・武漢からのツアー客31人を乗せ8から11日に大阪から東京へ12から16に東京から大阪へ29人を乗せた男性が所属するバス会社によると山梨奈良にも立ち寄ったという厚生労働省は男性はツアー客から移ったと見ており客は全員帰国しているとこのお客さんの動向も気になりますよね、うん、その後本土で発症したのか、うんはい、山梨県には富士山周辺を中心に 多くの中国人観光客が訪れている会見に先立って行われた対策会議では宿泊施設のキャンセルが中国の春節の連休である24日から来月2日だけで数千人規模に上っていると報告されたと、うん、これも全部危ない気がしてきますよね立ち寄った場所まで、はいはい、危ない気がしてくるので、まあ、でも対策も難しいんですが、まあ、バスも密室空間ですからね。これは、うん、ちょっと 武漢から来た人と一緒にずっと過ごしたわけじゃない、この人1週間ぐらい、11日から18日までの間ね16か、なんかで、その帰りもまたあったとかでしょ、だから時間の問題だよね、もうそれは。いやこれ、断れなかったのがね、もうすでにそのとた情報があったのに、断れなかった、60歳の人でしょ、代非常にちょっと現状やっぱ亡くなってる率の高い年齢層です。 肺炎とかね、あの出ちゃったら、まあ、今,今は大丈夫みたいな、うん、でもこれ途中で投げるわけにもいかないですからね例えば15日ぐらいに、うん、あこれやっぱりやばいんじゃないかと思って、うん、じゃあ16日、うん、最終日にもう皆さん乗せませんっていうのもちょっと難しいでしょうから、うん、ちょっとこういうリスクのある職場の人っていますか、うん、ああの 感染しそうな職場で、もうこのバスの運転手なんかもろもう武漢から来た人と自分しかいないみたいな。あとあのホテルの従業員とか。ホテルの従業員とかね。だからやばめですって人が一番ですね。で二番がとにかあのやややばい。あのデパートとかも危ないですよね。デパートもまあ今マスクできるようになったっていう話ですよね。はい。看護師です。看護師さんね武漢だともうね。 あの医者がパニックになってたよねだって1000万都市ですからねそう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 ずーっとひっきりなしに来るからということで、うん、いきます、どん、えー、安全ですがす、うん、あ割と安全が40.3とやややばめ15.3、うん、やばめですでもやばめてもっていうの26%、7%ぐらい、うん、そうです、ね、いるということで。あのーまあ 中国人の人と接触が多いとかあと、箱そういう、そのこの何、太くて多数の人と割と時間を過ごさなきゃいけないっていう環境とかあと、医者とかね、スーパーね、そう考えるとどこでもあるんじゃないかとドラッグストアの店員もやばいんじゃないかと。なるほどね 中国の方ってドラッグストア好きですからね <laughs> <う>中国のおかげでドラッグストア増えてるようなところありますよね買い占めてるからね、うん、今なんかあのマスクが売れるじゃないですか爆買い再びっていう感じですねまさかこんなマスク売れると思わなかったでしょうね,ねマスク会社もそうそうそうだから売り切れてるところ日本でも売り切れてるところあって、うん、もうあのなん何個までとかいうふうにしてるし、うん、もうあのお土産にしてるとかって 中国本土でも品切れだからしかもめっちゃ高く売ってるっていう話もありますからあ1個500円とかでやってる1個一個だよ使い捨てなのに1枚500円で売ってますでもこれも動画出てでもなんか経済的ですよねなんかその経済の原理が分かるというか需要と供給がここまで変化するとやっぱ値段ってのは上がってくんだなというのが明らかに。 あ,のあと、公共の場にマスクしてないと入れないらしいんで、あ<ー>あの罰金らしいんだよ、ね、うん、だから、マスク絶対してなきゃいけないし、あと、電車に乗ってた中国人で、マスクしてないやつが行ったら追い出されて、うん、動画とかも出てて、そこまで徹底的にやってるから、マスクがでも高いじゃん、落ちてるマスクを拾って、売ってるやつも出てきてるっていう話らしいんですよ。<laughs> いやもうそれぐらい必死ってことですよ。もう汚染されてるだろ、どうと考えてもと。うん そうやっぱ洗う、洗うとかして。そう。やって。のんねなんかアルコールかけるとか。そで、それで、できるのか。使い捨てだから、マスク、それを拾って。あの、う、売るのも出てきてる。もう、もう、めちゃくちゃだよね。いや、めちゃくちゃですね。ただ、気持ちはわかる。緊急ですから。人のマスク。いや、人のマスク。は だっっててどこのおさんがしるかかかわないいですやばよ美人だったらまだあれですけどどこのもうはげ散らかしたおっさんがやってるかもかんないので可能性はそっちの方が高いからねそうですねにちょっと気をつけたい汚染されてるだろう基本っていうねそうですね美人ならええんかっていやまだましっていう話ですよそうそうそうまだもうね飛沫が飛ぶんならもう美人の方がまだいいね <laughs> ど,うせどうせ食らわなきゃいけないう日本も今回多少の支援を中国にしてるんですね、はいえー、四川大震災の時もマスクなどの支援に感謝の声、うんはい、また朝日新聞、ですね、うんえー、新型コロナウイルスによる肺炎の拡大に苦しむ中国で武漢市の邦人の帰国を支援するため日本政府が送ったチャーター機が現地にマスクなどの、えー、支援物資を届けたことに称賛の声が広がっている。 27日午後、えー、茂木外相が全面的に支援したいと語るニュース動画が、えー、ウェイボーに上がると瞬く間に拡散、うん、再生回数は、えー、29日朝までに2000万回を超えた <laughs> <laughs> やっぱ人口違うと桁違いですね、本当、ねうん、に、えー、約14万のいいねがつけられた天才もあり、うん、感動したなどの書き込みが相次いでいる。うんはい 2008年の四川大震災で日本の救援隊がいち早く現地入りしたことにも触れ、うん、あの時のことも忘れていない苦しい時にいつもすぐに声をかけてくれる、うん、声を上げてくれると感謝を示す人もいるということなので、はい、まあ今回はまあマスクとかその防護服とかの、ね、支援がありですね中国ではネットではそういう声も上がっているということですね。うすねはいは緊急時ですから、はい やった方がいいですしそ,うそ,うそうだから中国で収束しないと日本も危ないですからねそうそうそう,そうこれはできることだし、うん、まあマスクなんて安いもんだしね、うん、安いけど向こうにとってはすごいなくてそうですね貴重なもんになってるから、ねうん、ただマスク ででどこまで止められるのかっていうじあ <laughs> 今コメントに見るマスカラス <laughs> マスクを送ろうみたいなそのマスクじゃない <laughs> 口開いてますからなすごい <laughs> マスカラス目と口開いてるからな <laughs> 逆だからな <laughs> <laughs> そっちじゃない <laughs> ちゃんとこう口を覆うような <laughs> 見るマスカラスのマスク <laughs> <laughs>、うん、覆面レスラーのマスクは全然違いますからね、はい ストロングマシンとか中心サンダーライカーもここちょっと空いてますから。空いてるからね。ちょっと網目状になってますけど。太陽マスク。とか口んところ空いてる。プロレスネタ分かんなドスカラス。弟はドスカラス。覆面だからね。マスクじゃマスクマンって言うけどマスクじゃなくて覆面だからね。覆面です。そうあのこのいわゆるマスクじゃなくてね。そうですね。 いやちょっと今笑ってしまいましたね笑っちゃいけないんだけどもはい、はい、こういう時代ですから、はい、めちゃくちゃ送られてきてねうんニルマスカラスって線のマスク線の顔を持つこと線,、はい、線送ったりして、ね、<laughs> 全部穴開いて穴開いて <laughs> 開いられて <laughs> <笑><笑>、えー、そして、はい、武漢市長権限なしに情報公開できぬ政府の責任しさと、うんえー、これ朝日新聞が報じていまして なんかこういうのが話題になること自体、はい、中国らしいなという気がしますよね,すね、えー、新型肺炎の発症が最初に確認された、えー、武漢市の周泉王市長が27日、中国国営中央テレビのインタビューで、情報公開が遅れたと認めた、うん、一方で地方政府は情報を得ても、権限が与えられなければ発表することができない、うんはい、この点が理解されていないとも発言。 情報提供の遅れは中央政府の対応にも原因があることを示唆した格好だと、はいえー、情報の遅れをめぐっては武漢市や広北省の政府高官が批判の的になってきたが、うん、州指導部は党政府機関を厳しく管理しており当初から感染状況を把握していたのではないかとの見方が広がっていた、はい、それだけに州市長の発言は注目を集め、うん、ネット上では大変重要な発言だ <laughs> 情報各種の責任はどこにある、うん この国の官僚体制の重大な問題だといった書き,、はい、書き込みが拡散、うん、国営テレビで中央の責任も指摘した主張は大胆だと驚く声も出ている。ね、これよく言ったね、そうですね、まあ。書き込みで粛清されそうっっ粛清されそう。<laughs> そ,う <laughs> その可能性もありますけど、<う>まあ、一種ガス脱ぎなのかもしれないです、ね、でも,でも地元で本当のことを言ったらまずいっていうのが。うん 勝手に言うとね、はい、最初の頃は全然大丈夫だ大丈夫だって言ってたから、うん、最初のうちに隠蔽した時に一気にスタートしたよね、うん、あの隠蔽がなければまだ抑え込めたと思うんだよね、うん、後からすごい言ってるけどもう500万人で出てる後でしょ、うん、春節始まる前にもう出ちゃってる人がいたわけだから、うん、やばいと思ってと、うん、あと早いうちにやす休み取ってた人もいたわけだから、うん、まあほあとあの。 SNS でフェイクニュースやると、うん、その病気に関して今回のコロナウイルスに関して病気にやると7年間5年間から7年間ぶち込みますっていうのを決めたらしい、ね、中国がだからフェイクニュースを出しちゃいけないっていう、うん、<laughs> SNS で <laughs> という法律をいや結構、うん、日本っていろいろなんか危ないデマみたいな話もあるじゃないですかあれ気をつけた方がいいですよね いやこれ別にこの問題に限った話じゃないですけど結構そういうのがあるのでまあ確か我々自身も気をつけなければいけないですしまあ安易にそれを拡散してしまうとまあパニックを招くだけなのでだから別に引用元を割とちゃんと入れてねこの番組でこういうふうに言ってたとかあとそのリンクをね貼るなりなんかそういうふうにやっていくしかないだろうね一応、引用元あるよと。そうです引用元が否定されたら 話題も否定されるという形にしとくしかないかなというそうですね